森谷ドラムスクールの森谷です。本日はですね、ドラム譜の読み方、その3ということで、レッスン動画を配信させていただきたいと思います。前回はですね、まあ、ドラム譜の読み方として、表紙の説明をさせていただいたりとか、あと1小節は、まあ、4分の4拍子の場合は、必ず4分割できますよ、みたいな感じのお話をさせていただいて、で、そして音符は、まあ、例えば、8分音符とか16分音符とか、まあ、なんかそういうことで捉えるのではなく、形を見たときにね、例えば、おはようっていう文字を見たときに、これは、あ行の一番最後のおで、は行の一番最初のはでっていうことではなく、おはようっていうその形を見た時におはようっていう音をイメージするのと一緒で、音符も例えばこの形を見た時にタンタタっていう音をイメージしたりとか、この形を見た時に、これ16分音符で8分音符でとかじゃなくてタタンタっていう音をイメージできたりすることが、まあ、大事ですよっていうお話をさせていただいたんですが、まあ、本日はね、まあ、なんかこうやって音符がたくさんちょっと並んでるんですが、まあ、これが一体どういうことかというと、16分音符あるじゃないですか。16分音符っていうのが1拍に対して4拍ですよね。タカタカっていうこのね、タカタカっていう手順なんですが、まあ、これの組み合わせをすべて、書いたのがここの表なんですね。1小節っていうのがまあ4拍なんですが、まあ、こう1、2、3、4、まあ、前回の説明でね、分けるとまあこういう感じなんですが、この1拍に当てはめる音符っていうのが、まあ、これざっくりでこういう風に覚えてもらうと、読みやすくなるかなと思うんですけど、この16分音符の組み合わせのどれかを使ってますよっていう感じなんですよ。解釈としてはね、まあ、1発目、2発目、3発目、4発目とか、1発目と2発目とか、1発目と3発目とか、なんかこのこんだけの音符はこの16分音符の組み合わせの全てを狙っていると。で、まあ、例えばこういうややこしい音符が出てきたとしても、この組み合わせのどれかを使っているので、まあ、4分割した時に読みやすくなると。だからこの組み合わせたちの音、タンタカとかタタンタとかっていうのを、まあ、覚えてしまえば初見でパッと見た時に音と手順がイメージできるようになるんじゃないかなと思うので、まあ、今日はちょっとこんなことをやらせていただきたいなと思います。不点音符っていうのもあったりとかしますよね。不点音符ってなると、まあ、よくわからねえとかなったりとかしますし、まあ、16分9分とかね、なんか細かい音符とかたくさんあるんですけど、16分9分とか不点8分音符とか、なんかそういうことで考えるのではなく、まあ、不点8分音符もこうついた音符も含めてその音のイメージで覚えれるっていうのが、まあ、一番いいんじゃないかなと思うので、まあ、今日はちょっとこれをそれぞれ練習をしていきつつ、やっていこうと思います。じゃあまず、ちょっと順番に説明させていただくと、一発編、四分音符ですよね。四分音符は16分音符のうちの、まあ、一発目を叩いてるという音符ですよね。まあ、これ実際にメトロノームを使って、でまずは口で歌って、そして演奏していくというような感じでやってます。1、2、3、4。じゃあまず四分音符、口で歌ってみると、1、2、3、4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 、1、2
めのやつは、16分9分と普天8分音符がついてるんですよ。普天8分音符出ましたね。普天8分音符。普天8分音符の説明を超ざっくり説明させていただくと、普天全音符っていうのがこうあったとして、で、普天全音符っていうのは、この全音符に普天がついてるということなんですけど、この普天の役割って一体何かというと、この本来の音符ですよね。元々の音符の次の長さの音符がついてますよっていうことなんですよ。そう。だから、普天全音符っていうのは、全音符足す二分音符っていうのが普天全音符なんですね。で、これ一体どういうことかというと、全音符っていうのが4拍分の長さを持ってるんですね。全音符を実際に演奏してみると、1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, みたいな感じとなるんですが、そして2分音符っていうのは2拍分の長さを持っているので、演奏するとこういう感じになりましたね。1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, みたいなことになるんですね。で、この全音符と二分音符が足されてるので、普天全音符がここに一拍目につくとしたら、ここまで伸びますよということですね。なので、これを実際に演奏してみると、1, 2, 3, 4, 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 1, 2, 3,
みたいなことになります。ややこしいですよねこれね。でドラムでよく使われるのは普天八分音符なんですよ。普天八分音符、普天八分音符のこの普天っていうのは、八分音符の次の長さの音符が使われているので16分音符がここにくっついてますよということなんですね。これはややこしいですね。八分音符足す16分音符っていうのが普天八分音符なんですよ。まあ言い換えたら16分音符3つ分の長さがありますよっていうことなんですね。っていうことなんですよ。ややこしいでしょ。そう、よくわからないんで、普天八分音符を説明するとしたら、まあ一応こういう考え方にはなるんですが、まあ一応ちょっとそれは一回すべて忘れていただいて、まあここで普天八分音符が出てくるんですけど、まず一番最初にこう16分9符がついてて、一番最初の音が消えて、で、これ2番目に、普天八分音符がついてるんですけど、普天八分音符は16分音符3つ分の長さがあるんで、例えばここの2発目にパンってなったら、ここまで音が伸びますよということですね。まあ、言ってしまえばこの16分音符と普天八分音符がついた状態っていうのは高々の2発目の音を狙っているというような状態になります。なので、まあ、これクリックで1円2円、まあ、表裏を鳴らして、でその表と裏1と2との間を狙うというような感じでいくとやりやすいと思います。まあ、ちょっと実際に口で歌ってみると1円2円3円4円、これが三つ目を狙ってるという感じで、口で歌うと、うんたん、うんたんっていう感じとなります。まあ、これも実際に口で歌ってみると、1、2、3、4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 、
分九分と16分符がくっついてるんですよ。だから、普天八分九分があるんで、最初の、一番最初のね、この三発っていうのが、普天八分九分で、三発九分になるので、これは叩かなくなります。そして、16分符が一番最後に来るので、16分符この4発叩くうちの、一番最後を狙ってるっていうのが、この音符ですよね。だから、この普天八分九分と、16分符がくっついた状態で、うん、うた、うん、うたっていう感じで読みます。1発編は、16分音符と普天八分音符がくっついた状態になっているので、16分音符のこの4発叩くうちの1発目と2発目を狙った音符というのがこれですね。だからタタウンタタウンタタウンという感じとなります。まあ、これも実際に叩いてみると1 and 2 and 3 and 4 and 1 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 and 2 and 3 and 4 and
てるっていう感じなんで、16分布のこの4発叩くうちの1発目と3発目、タン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 っていう感じで1発目と3発目を狙ってるというようなこととなります。まあ、これも実際に口で歌ってみると。1 and 2 and 3 and 4 and 1 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 and 2 and 3 and 4 and
サバ1 and 2という感じとなります。そして、その続きですよね。その次が、普天8分音符と16分音符がくっついてるっていうのがこういう音符ですよね。これが最初が普天8分音符なんで、まあ、最初一発叩いたらここまで音が伸びる。そして、最後の16分音符を叩いてるので、16分音符のこの4発叩くうちの1発目と4発目を狙ってるのがこの音符ですよね。だからタン、ウタ、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 タン、ウタっていう感じになります。まあ、これも実際に口で歌ってみると 1 and 2 and 3 and 4 and 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 1 and 2 and 3 and 4 and
っついて、ずっとやってたらね、こう、タッタン、タッタンみたいに聞こえてくるんですよ。こう、タン、タッ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 タンみたいな感じで聞こえるんで、で、これと混合するんですよね。この、焼きそば、焼きそば、焼きと、焼きそば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 。これ同じタッターンの音なんで、これとこれが混合しちゃうんですけど、4発叩くうちの、どこに入ってるかっていうのをしっかりと意識して、で、言葉を当てはめて、今みたいに焼きそばに当てはめていけると、これとこれの違いが、できるようになってくるんじゃないかと思うんで、そんな感じでね、練習をしてみるといいかなと思いますかね。さらに次のやつが、これが16分9分、16分音符、8分音符がくっついてる音符なんで、16分9分で一番最初の音符は叩かずに、16分音符一発叩いて、で、8分音符で、この、ここの4発目の音まで伸びるので、まあ、うったったん、うったったん、2発目と3発目を狙ってるっていうのが、この音符ですよね。うったったん、パッパン、パッパン。まあ、これも実際に、歌ってみると、1 2 3 4 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 1 2 3 4
8音符、16音符がくっついた、これがウタンタですよね。ウタンタ。これは2発目と4発目を狙っているという。一番最初16分9分で叩かずに、で、2番目が8分音符でこの次の音まで伸びて、で、一番最後の16分音符を叩いているという。ウタンタ、ウタンタっていう感じですよね。まあ、これも実際に歌ってみると。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、53、54、55、56、57、58、59、60、61、62、63、64、65、66、67、68、69、70、71、72、73、74、75、76、77、78、79、80、81、82、83、84、85、86、87、88、89、90、91、92、93、94、95、96、97、98、99、100、101、102、103、104、105、106、107、108、109、110、111、112、113、114、115、116、117、118、119、120、121、122、123、124、125、126、127、128、129、130、131、132、134、135、136、137、138、139、140、151、152、153、154、155、156、157、158、159、160、161、162、163、164、165、166、167、168、169、170、171、172、173、174、175、176、177、178、169、180、171、172、173、174、175、176、177、178、169、180、171、172、173、174、175、176、177、178、169、180、171、172、173、
やと、やき、そ、やと、そうに入ってるのか、きと、ばに入ってるのかの違いという感じだね。まあ、これをしっかりと曖昧にならずに、しっかりとやるためには、口で歌って、四発叩く字のどこに当てはまってるかっていうのをしっかりと理解するっていうことが大事になってくるかなと思いますかね。さらに、その次のやつが、8部9部で16ボンブ2つ。なので、8部9部で一番最初のこの16ボンブの2つがなくなって、で、16ボンブの後ろの2発を叩いてる。うんたった、うんたった、うんたった、うんたった。っていうのが、この音符ですよね。うんたった、うんたった。まあ、これも実際に、歌ってみましょう。1、たった、2、たった、3、たった、4、たった、1、たった、2、たった、3、たった、4、たった、1、っていう感じです。で、さらに3発編ですよね。3発編の一番最初の音が抜けた歌たた歌たた、まあ、これは16部9符で16文部が3つついてるという感じですよね。梅干しですね。1 and 2 and 1
って呼んじゃったりするんですよ。で、これなぜかというと、これタンタンじゃないですか。これの2発目が抜けてて、で、これをなんかひっくり返したような形になってるんですよね。だからひっくり返したような形になってるので、ここの音が抜けてると思っちゃうんですけども、これの場合は16分音符2つと最後に8分音符がついてるっていう感じなんで、最後の音が伸びるという感じですよね。タッタタンタッタッタ、だからこれタタンタって呼んじゃったりするんですけど、タタタンですね、カツ丼、天丼、豚丼っていう感じですよね。タタタン。One and two and three and four and one 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 and two and three and four and one。この組み合わせを説明させていただいたんですが、まあ、それをぐちゃぐちゃっとね、こう応用したのがこう隣のやつなんですよ。で、こうやって並ぶとよくわからないなーっていう人もいると思うんですが、まあ、これも前回ちょっとね、説明させていただいた通り、これ4分の4拍子なんで、どんなに複雑な音符があっても、必ず、もう必ず4分割できるんですよ。で、どこで4分割されるかというと、まずちょっと全てもう分割しちゃうと、こういう感じでね。こういう感じです。まずは一番最初、これ4分音符。ターン。これはこれですよね。タンタ。で、これがうんタン。タカタカ。タン。タンタ。うんタン。タカタカ。っていう感じなんですよ。なんか読めるような気がしないですか？なんかこれそれぞれの音をしっかりとつかめれておいたら、それをこのまま一個ずつ当てはめていくと、このタン、タンタ、うんタン、タカタカ。みたいな感じで読めるようになってくるんですよね。これ実際にちょっとメトロノームと一緒に口で歌ってみると、One and two and three and four and one 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 and という感じです。で、さらにその2個目、これはこれですよね。タタン。で、この2個目が歌タタン、タタン、歌タタン。で、さらにこの3個目がうんたた。で、最後四分音符、タン。たたん、うたたん、うんたたたん。なんか読めるような気がするでしょ？ 1 and 2 and 3 and 4 and 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 1 and 2 and 3そして最後、これですよね。これは、これですよね。ターンタ。これは、8分音符。うん、タン。
これはうたんでしぼむたん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 ですよね。1 and 2 and 3 and 4 and 1 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 and 2 and 3 and 4 and 1and っていうような感じで、この音符の組み合わせ、音符っていうのは、まあ、ほんまに言葉と一緒で、タンとか、ウタン、ウンタン、ウンウタ、タタン、タンタン、タンタ、ウタタン、ウタンタ、ウンタタ、ウタタタタンタカ、タタンタタタタンみたいな感じで、この形を見たときに、手順とその音をイメージするっていうことが非常に大事なんですね。で、まあ、形を見て、手拍子をしながら、まあ、この小節をこうやって刺しながら、拍を刺しながら、このタン、タタンタウンタンタンみたいな感じで、とにかく口で歌えるようにすると必ずそのイメージ通りに叩けれるようになるんだよね。だから例えばバンドスコアを買った時とか、まあ教則本を開いた時でもそうなんですけど、手順が書かれてあったりとか音符が書かれてあって、でその手順をなんか順番に追っていってしまうんですよ。右左みたいな感じで順番に追っていくんじゃなくて、まずはその口で歌うタンタンタウンタンタカタカっていうのが口で歌えたら、そしたら頭で音がイメージできるんで、そのイメージ通りにスティックを動かすみたいな。タンタウンタンタタタタタンタンタウンタンタタタタで、どんな複雑な音符に出くわしても、まずはちょっと4分割してみて、で1拍の音がどうなってるかっていうのを把握するっていうことは、まあ、非常に大事になってくるので、まあ、この口で歌えるようにする、そして4分割するっていうことは、まあ、譜面を読む上で、とても便利なことなんじゃないかなと思うので、まあ、ぜひね、読んでいただけたらなと思います。で、まあ、今日このやったことは、僕の教則版ですね、こうドラムスティックコントロールの、ドリルのページにこの一発のタイミング表っていう風に載ってるんですよ、すべて。で、このこっちの方ですね、この、まあ、タン、ウンタン、ウンタン、ウンタンみたいな感じで、このタイミングと音符とその口ドラム、口で歌ったらどうなるかっていうのが載ってて、でさらに隣にその、音符が並べ替えたページがあるので、まあ、これで譜面を読む練習をしてもらえるといいかなと思うんで、まあ、ぜひね、ちょっとこのスティックコントロール活用してもらいたいなと思います。だから音符苦手だっていう人も、一応すべてのね、この音符たちにその振り仮名がカタカナでこうついてるんで、だから音符に苦手だっていう人も手拍子打ちながらタンタカタンタカってこう口で歌ってくれたら、ちゃんとこうリズム感が鍛えられていくと思うんで、ちょっとぜひそんな感じで、チャレンジをしていただきたいなと思います。まあ、ちょっとざっくり説明しましたけど、ここまでは結構音符って感じなんですけど、まあ、次回からドラム譜、ハイハット、スネアとかバスドラムとか、まあ、そういうなんか振り分けられたバンドスコアとかでよく見るようなドラム譜について解説させていただきたいと思いますので、ぜひご覧ください。はい、そんな感じで本日もありがとうございました。さよなら。